太郎です。今回は肩を最も痛みやすい胸肩の筋トレ種目とティアリストを解説します。まず前提として、僕は競技者ではなく怪我をせずにただトレーニングを楽しんでいるだけなので、同じ前提の方はティアリストと考え方参考にしてください。評価は S から E の6段階です。 E が最も怪我の危険性が高く、 S が最も低いおすすめ種目です。早速1種目目はベンチプレスです。ベンチは A もしくは E ティアです。E フォームと悪いフォームで天地の差です。 E フォームとは胸が張れている、脇の開きは45度から70度、前腕が床と垂直、両足で踏ん張れている、動作中に肩が上下に動かない、この5つが守れていると A ティアです。悪いフォームとはこれの真逆、脇が90度開く、もしくは閉じすぎ、前腕が倒れる、足はバタバタしたりつま先蹴り、動作中に肩が上下に動く。ベンチで肩を痛めた経験がある方は大体これに当てはまると思います。ただし E フォームでも重さを求めたりギリギリまで粘ると怪我のリスクは高くなります。ベンチは重たいものを持つのが楽しい種目でもあるので、基本は E フォームでたまに限界にチャレンジ、これを加味して A ティアとします。2種目目はダンベルプレス、これは S ティアです。バーベルより自由度が高く、腕の長さなど個人差があまり影響しません。大胸筋が伸びたところで切り返す、脇の開きは45度から70度、前腕というか垂直、この3つのポイントを押さえましょう。ラックアップの難易度は高いですが、コツをつかめば40キロ程度であれば問題なくできます。コツは後ろにでんぐり返しです。後ろに転がる勢いを利用してラックアップしましょう。ほとんど腕や肩の力は必要ありません。そもそも後転ができない場合、肩を痛めやすいだけではなく、常に背中の筋肉が緊張しているケースもあるので、しっかりとストレッチを行いましょう。3種目目ダンベルフライ、これは D ティアです。正直ダンベルプレスで良くないと思います。腕を遠くに広げることで肘の屈曲角度が小さくなり、それによって上腕三頭筋の関与が減る、よって胸に集中できるって方はほんの一握りで、多くの方が肩の前側上腕二頭筋にも伸び感を感じます。そして伸ばせば伸ばすだけいいのかというと、そうではないです。胸が伸びているのか肩の前が伸びているのか、この判断ができないと過剰にストレッチがかかって肩を痛めます。またダンベルプレスやベンチプレスと比べて重量は扱えないです。なので感覚頼りになりやすい、そしてその感覚が間違いやすいといった点からも、あえて入れる必要性は感じないので D ティアです。4種目目ディップスは E ティアです。基本的にやめるべきです。その理由は怪我をするシチュエーションが多すぎます。まずは下ろしすぎ問題。大胸筋にストレッチをかけようと目いっぱい下ろしてしまうことです。肩関節は伸展50度が正常範囲の限界なので、それを超えると怪我の危険性が高まります。ダンベルフライ同様、ストレッチ感を勘違いして可動域の限界を超えるパターンです。対策として胸を張るなどと言われますが、胸を張るディップスは僕は微妙だと考えています。その理由は、胸を張ると自然な肩の伸展の動き出にくくなるからです。皆さんも一度試してください。気をつけの姿勢から胸を張って伸展、戻して気をつけから伸展、明らかに胸を張っていない方が動かしやすいと思います。ではディップスは胸を丸めるといいのかというと、半分は正解で半分は間違いです。胸椎の構造上、自然に胸は丸まっている状態です。そこから肩の可動域を超えない位置、目安は上腕が床と平行になる手前、この辺りで止めれば大丈夫です。深く下ろしすぎると肩甲骨が前傾、いわゆる巻き肩のような姿勢になり、これもインピンジメントの原因になります。動作方向から考えると、ベンチプレスなど胸を張って肩の水平回転、これは簡単ですが、ディップスで胸を張りながら肩関節の伸展、これは明らかに難易度が高いです。そしてできる人はおそらく肩の弛緩性があります。このようにハイリスクにリターンが見合わず怪我をするので E ティアです。5種目目腕立て伏せ、これは S ティアです。トレーニーは全員やるべきで、腕立ての一番のメリットは前鋸筋が鍛えられることです。しょっちゅう肩の怪我を繰り返すという方は前鋸筋の働きが悪いです。前鋸筋の主な役割は肩甲骨を支えて肩関節運動の土台となります。腕立てなんて楽勝と言っている人ほど E フォームでできていない印象があります。 E フォームとはお尻の高さを常にキープ、最後まで押し切る、腰を反ったり姿勢が崩れない、この3つです。荷重で負荷を高めることもできるので、メイン種目の一つとして取り入れましょう。続いて肩の種目を紹介します。6種目目がサイドレイズ、これは D ティアです。小指を上に上げるサイドレイズはインピンジメントを起こすというのは過去の僕の動画で散々説明しているので、今回個人差について説明します。インピンジメントは肩の動かし方だけではなく、骨の構造、肩峰の傾斜によっても変わります。いわゆる生まれつきの骨の構造で、
肩峰の傾斜の角度が平坦であればインピンジメントは発生しやすいと言われています。これはレントゲンでしか正確にわからないので、あの人はこのようなフォームをしているから真似してみようというのが当てはまりにくく、個人差も大きい理由です。なので2キロでも痛いという人もいれば、俺は小指を上げてドロップセットで追い込みまくっても痛くないという全く平気な人もいるので、一旦 D ティアに入れておきます。7種目目はオーバーヘッドプレスです。これは S ティアです。理由は肩関節の安定に必要な要素を全て鍛えることができるからです。例えば挙上時の僧帽筋、中部、下部、前鋸筋による肩甲骨の安定化、肩関節を安定させるインナーマッスルの強化、シュラッグ動作での僧帽筋上部と前鋸筋の強化、腰部を安定させながら肩関節を動かす身体コントロール、重心バランスが乱れないよう足首、股関節のコントロール。他の肩トレ種目にはないメリットばかりで、上半身で最も取り入れたい種目です。ただ解説動画を出すと、そのようなメリットではなく三角筋中部に効くのかというのをよく聞かれます。三角筋中部はもちろん働きます。ただ単関節運動ではない分、感覚としていわゆる効いている感というのが分かりにくいでしょう。そもそも三角筋チューブだけを鍛えるような種目は必要ないと考えています。なぜなら単関節種目には安全な種目と危険な種目があるからです。例えばダンベルカールのように肘だけ曲げて二頭筋を鍛えるのであれば問題ありません。これは肘関節が屈曲と伸展の動きのみの一軸性の関節だからです。ただし肩関節は様々な方向に動く多軸性の関節です。様々な方向に動くがゆえ、一つの筋ではなく多くの筋の協調性によって安定性が保たれます。その関節運動の協調性を乱したり、筋のアンバランスを引き起こすのが三角筋チューブだけを鍛えるサイドレイズやアップライトローです。10年20年先も肩が思い通りに動かせる未来と、三角筋チューブの筋肥大を天秤にかけて選択しましょう。インナーなどが弱るケースはよく見られますが、神経麻痺などを除いて三角筋だけが弱いというのはほとんど起こりえないです。7種目目はアップライトロー。これは F ティアです。ランク外です。理論はサイドレイズと同様に肩の外転プラス内旋のような動きでインピンジメントを起こしやすいからです。さらに厄介なのが高重量を扱えることです。僧帽筋を関与させずに肩に効かせるんだ、この意識が肩を壊します。詳細はこちらの動画でも解説しているので悪いことは言いません。やめましょう。8種目目フェイスプル。これはS ティアです。フェイスプルは肩の水平外転と外旋動作が主に行われて、極下筋を中心にインナーマッスルを鍛えることに適しています。極下筋は上部繊維と下部繊維に分かれて、上部繊維は主に肩関節の水平外転、下部繊維はセカンドポジションの外旋で特に働きます。これらの働きはオーバーヘッド動作を安定させます。つまり肩を上げると痛い、ゴリゴリ音が鳴るということは極下筋が弱っている可能性もあります。弱っているかどうか簡単に調べる検査の一つとしてハンズオフポジションがあります。手を腰に当てて片側の極下筋に触れます。極下筋にへこみを感じればかなりまずいです。トレーニーが弱化しやすい筋肉なのでメニューに取り入れましょう。アレンジとして外旋後に万歳を3秒キープできるとさらにいいトレーニングになります。10種目目はフロントレイズ。これは C ティアです。正直やる意味はないと思います。基本のビッグスリープラスオーバーヘッドプレスをやっていると三角筋全部は自然と使われます。また肩関節の屈曲動作は上腕二頭筋も関与して、多くの方は別でトレーニングもしているはずです。なのでそこに時間を割くならベンチプレスやオーバーヘッドプレスをやり込む、柔軟性改善のストレッチや身体機能改善のエクササイズなどをメインにする方が肩の怪我の予防につながります。11種目目がリアリーズ。これも C ティアです。全部中途半端です。三角筋後部を鍛えるのは肩関節水平外転の動きですが、それならフェイスプルでまとめて極下筋の上下繊維を鍛える方がいいです。そもそも三角筋後部を鍛えるのが苦手だという方は肩をすくめる癖があります。腕を引くと同時に肩がすくむ、これらの癖が抜けると自然にトレーニングは全般上手くなります。そのコツとしては背骨のコントロールを覚えることです。腕を引いた時背中が丸くなる、背中が一緒に反る、このように今はグラグラですがこれをしっかりと安定させることができるとフォームも安定します。なのでその練習方法は前回の動画でも解説しているので参考にしてください。最後はショルダープレス、B ティアです。僕の中では立ち位置はオーバーヘッドプレスの介護官です。その理由は3つで、1つ目がラックアップが難しい、高重量になればスタートまで持ってくるのが大変です。
ってことはラックアップで体力を消費してメインセットで力発揮できない。これはすごくもったいないです。2つ目が可動域が中途半端。三角筋だけのことを考えると問題はないですが、僧帽筋や前鋸筋などは働きにくいです。個人的にはこれすごくもったいないなと感じます。で、3つ目がポジションキープの難しさ。これはオーバーヘッドプレスと一緒です。本来ショルダープレスは腰部を固定した状態で力発揮できるのが理想です。さらに重量を扱うと胸を張って大胸筋を酸化させたり、なかなか狙った通りのフォームはできる人は少ないと思います。この3つから狙った効果が得られにくい種目かなと思います。それなら動作自体は難しくなりますが、オーバーヘッドプレスをやった方がこの3つの悩みも改善しやすく、トレーニング効果も高くなるかなと僕は思います。以上が肩を最も痛めやすい種目のティアリストです。台本を作っている中で改めて気がついたことがあって、単純な動きであればあるほど怪我をしやすいんじゃないかということです。例えばベンチプレス、オーバーヘッドプレス、フォームはすごく難しいです。ただこれがしっかりとうまくできるようになれば、怪我の危険性が低く、トレーニング効果が高い、こういった反面があります。ただダンベルフライ、サイドレイズ、こういったなんとなくできそうだなっていう種目は怪我の危険性が案外高く、そして効果は案外低かったりします。これはもちろんボディービルとか筋肥大特化の人からするとものすごく細かいポイントがあって、これはこうっていう意見あると思うんですが、普通に生活があって怪我をせずトレーニングを趣味として楽しみたいという方は、案外難しい種目をしっかりと習得する、ここで一定の成果というのはある程度出てきます。ここで覚えた体の使い方などを少しずつ派生していくことで、いろんな種目にも活かせると思うので、まずは怪我なくトレーニングを続けたいという方は、今回紹介した AT や ST やあたりの種目をしっかりとやり込んでもらうことをお勧めします。ただ独学でやるにはかなり難しいです。ベンチで説明した通り、ミスが起こるとすぐに危険度の高い E ティアまで落ちます。フォームがなかなか良くならないという方はパーソナルでしっかりと見させてもらいますので、ご希望があれば概要欄からお申し込みお待ちしております。ではこの動画が良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。